今や誰もが知る霊長類最速ことパタスモンキー。人類最速のボルトの最高速度は44キロだが、パタスモンキーの最高速度は55キロ。パタスモンキーはオス1匹メス複数による一夫多妻制の群れを形成する。天敵に狙われた際には群れを逃がすため、一匹のオスと天敵による地獄の追いかけっこが始まる。体力が尽きるまでしっかり自分の役目を果たし、その後は群れとこの世に別れを告げる。体長は約70センチメートル、体重は約10キログラムで、手足が長く速さに特化した体である。おしゃれなヒゲとスラッとした体型で猿界のモデルである。子供の頃からヒゲが生えており、成長とともに白くなっていく。野生下では15年ほどで、飼育下では自慢の脚力を使うことなく25年ほどのんびり過ごす。